はい、こんにちは。ヤグルマさんです。今日はですね、マキタから高圧洗浄機が発売になりました。まあ、高圧洗浄機、まあ、充電タイプの高圧洗浄機なんですけど、まあ、今までなかったんですよね。で、40V やしに 36V シリーズではありました。実際にタンクがね、あって、もうそれに一体、まあ、それを使って水を自給できるってやつありましたけど、で今回はバッテリー2本差しができるタイプで、しかも自分でも自給ができるし、まあ、水道のね、蛇口にもつなげられるっていうタイプですよね。しかも、まあ、AC 機を超える洗浄力ってことなんで、かなり強いってことです。はい。まあね、これね、ミニバン2台ってどうなんだよ、微妙だよねって感じもするけど、まあ、高圧モードであれば、5アンペア2本で18分使う。ね。中圧モードであれば、5アンペア2本で30分。ね。低圧モードであれば、5アンペア2本で1時間、稼働することなんですね。まあ、8アンペア2本差して高圧にすると、ね、28分で、154リットルってどうなんだろうね。多いのかね、少ないのかよくわかりませんけど。まあ、まあ、ホースをつなげらなくちゃいけないっていうわけじゃなくて、まあ、水槽に溜めた水でも、ね、この、自給ストレーナーっていうのが、まあ、付属品で付いてますから、まあ、水槽に溜めた水を使ってでも高圧洗浄できるってことなんで、よくね、軽トラとかでタンク積んでてね、まあ、畑とかで洗浄かけてる人もいますから、そういった、類の人にはいいかなっていう感じですよね。まあ、AC 機を超えるっていうことなんですけど、やっぱりなかなかね、使い勝手で限られるかなっていう感じで、僕は今回ね、見送ってます。まあ、パワー的にはすごくあるんだろうけどねって感じでしたね。で、まあ僕はね、やっぱし40モードに求めてるのは小型ハイパワーなんですよ。で、僕今ね、持ってるのはこのケリヒャーのね、小型の、洗浄機なんですけど、まあこれはね、4リッターのタンクが上についてまして充電式です。まあこれでね、釣り船に乗ってたり、釣り船が降りた時にね、まあ釣り道具洗ったりとかね、現場のトイレ洗ったりとかに、もうかなり使ってます。何年もね。こういったタイプの40ボートの小型ハイパーが出たら、もう即買いですよね。まあそういったのがなんかね、この頃はね、40ボートシリーズね、大型化が結構進んでますから、なかなかね、個人向けっていうか、法人向けっていう機種がね、ちょっと増えてますよね。はい。まあ今日はまあ AC 機を超える洗浄力ね、まあ品番で言うと MHW001GZ ってやつがね、まあ発売になってます。まあ値段が高いんだよね。定価11万2000円です。まあ、買い値で言ったらいくらだろうって感じで結構高いよね。まあ、AC 機よりも 1.5 倍から 1.8 倍、2倍ぐらいの金額になってますから、なかなかね、さあっていう感じになりませんよね。しかもバッテリーを持ってこないといけないからね。だから多分僕だったら4アンペア2本差しとかになってくるんで、そんなにね、長い時間使えないかなっていう感じもしますからね。はい。まあ、キャスター付きでね、まあ、キャスター付きで、まあ、こうやってね、まあ、引っ張っていけるような感じになってますし、まあ、付属品も、もうかなり、付いてますから、まあ、セットで買っているっていうか、もう、もともと、それを買ってしまえば全部付いてくる。バッテリーが全部付いてくるって感じで、使い勝手はいいかなっていう機種ですよね。はい。ということで、今日は40ボートから新しくね、高圧洗浄機って感じでね、ご紹介します。これ。